すごくまずは楽しかったっていうのがあったんですけど、その中でもやっぱりいつもゴルフウェアでゴルフをしているので、すごく綺麗な衣装を着られてスイングできたのですごく新鮮でした。いつもゴルフウェアなんですけど、それが赤いすごい綺麗なドレスを着てスイングしていたりするので、まあそういった新鮮な部分が見どころかなと思います。去年の撮影の後に放送されて、すごくたくさんの方から反響いただけたので、まずそこはすごく嬉しかったですし、まあ、今回は前回ちょっと声が鼻声だったんですけど、今日はすごくいいコンディションで受けられたのですごく嬉しかったです。藤谷さんはすごく明るいイメージがあったので、とにかく笑顔で楽しくCM 撮影させていただきました。普段は、まあ、やっぱりゴルフウェア着ることが多いのであまり着る機会はないんですけど、まあ、決まったブランドとかではなくて、ネットで可愛いなと思ったら買ったりとかして、本当にこだわりはあまりないんですけど、ゴルフするときはなるべくズボンパンツスタイルはあまり履かなくて、基本ゴルフするときはスカートでプレーしてるんですけど、やっぱりこうゴルフするんで、こう若い女性がゴルフする方が増えたら嬉しいなと思って、可愛いゴルフウェアを選んで、まあ、アマチュアの方がこれも着たいって思ってもらえるようなファッションをしています。プロアマ大会の前の日に前夜祭があるので、まあ、毎週はないんですけど、たまに前夜祭があったりするので、まあ、そういう時に着られたらいいなと思います。でもいつもチームで動いているので、まあ、お父さんはコーチとして来てもらってて、マネージャーとトレーナーとキャディーさんが大体同じ人でチームで動いているので、まあ、すごく私主導でチームのみんなが動いてくれているので、それはすごくありがたいなと思いますし、みんなの力が発揮された時に、まあ、自分のゴルフもすごくうまくいくかなと思うので、まあ、誰かっていうよりはチームにはすごく感謝しています。いつもチームのみんなにはすごく助けてもらっていて、辛い時とかにこう何も言わなくてもそばにいてくれたりとか、本当に助かってます。いつも本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。赤いハート柄のハートチョコレートです。ハートチョコレートは試合中に甘いものを食べたくなった時にすごく必要なチョコなので、試合中に結構食べたりしています。ゴルフは今シーズンあまり今現時点では調子はあまり良くはなかったんですけど、昨年もこの CM 撮影した直後に初優勝することができて、すごくいい思い出に残っているので、今年もこの CM 撮影を無事成功できたので、ここから後半戦残り10試合以上あるので、どんどん頑張って上位に入りたいなと思います。プライベートは、まあ、練習しすぎちゃう癖もあるので、しっかり休んだりオフを楽しんだりできればいいなと思いますし、まあ、ゴルフだけじゃなくて人としてちゃんとした人間になりたいので、ゴルフだけじゃなくて周りの人にも気遣いできるような人間になりたいです。今回前回とは違ったエレガントな衣装を着てスイングしたりとか、すごく新鮮なシーンがたくさんあるのでぜひご覧ください。そしてハートチョコレートは他とは違ったピーナッツが入っていたりとか、すごく美味しいので皆さんぜひ食べてください。